柳家さんの助の豆さんを鍛える場所ポッドキャスティングバー、皆さんこんにちは、柳家さんの助でございます。落語カフェの青木でございます。はい、まあ、前回の熱気をね背負いながら今日は3月23日の更新、はい、明日の歌謡会、はい、早速番組を紹介してください。金言亭馬吉さんと竜亭小道さんでございます。はい、もうこれだけ言えばね、大丈夫でしょ。ね、まあ、皆さんもすでにね、お気づきかと思いますけどね、前回から引き続きまして五街道やすけ君うるさいよもう。すいません、ちょっと待っててね、今ね言うことだけ言っちゃうから。24日馬吉小道のご両人でございます。はい、はい、以上です。それでほら一応ね27日金曜日なんかも、はい、一茶馬吉に任会、ね、これいいですよ。サニーナの会って言うんですよ。あ、そうなの。なぜこれサニーナかなと思ったら3月27日だからって。じゃあ1回だけじゃん。第2回は多分来年じゃないですかね。4人なとか、ね、4人なとか、あるいは5人色とかね、なんかいろいろ今後も変化しとく。面白いですね。そうです。馬吉も結構ここの会いっぱいやってるね。なんかねここをねこう拠点にねしてね、一緒に頑張っていきましょうなんて熱く僕がっつり握手しました。はい、で歌謡会は、はい、ぜひご予約をしてくださいと。当日であってもね、他の会もあの落語カフェでやってる分にはですね、うちであの、メール、それからあの電話で、あの受け付けますので、今月のね、このポッドキャスティングはね、私のホームページで流していながら僕が全然喋ってないっていうね、非常に素敵な状態になってるわけですよ。そうですよね。でそれはわけがありましてね、ゲストの方が強力なんだ。強力だよ。まだ紹介もしてないのにこうやって入ってきちゃうので、ね、今日のゲストは五街道やすけ師匠でございます。はい、どうも。あのなんかね、もうなんか今日聞いたら私のファンみたいな方がちょいちょいいらっしゃると。これがね、なんともね、私そんなことなかったんで、兄さんね、ちょっとね、親かってます。親かってます。親かってます。親かりやがってます。ちょっと嬉しくなっちゃった。今日はね、3月3日、ひな祭りということで、ね、やすけさんはほら、講座で家事息子をね、ドシーンってやったわけですよ。兄さんがまたそのまだ家事つながりで、うまや家事と、どうだった今日は講座。今日ですか、こう自分の印象とか感想とか。やっぱりね、まだ慣れませんね私は。あ、ここの会場ね。いや、それはね、そんなすぐにはね、僕結構上がり症なんで、だからちょっと上がってましたけど、でもなんかそのあとは思いました。何と思いました。間飛んじゃってて、でもあっと思いました。間で喋るから間で、ありだろうと思って。ありだろうと、ありなしで、あると思います。で、兄さんどうでした。いや、俺もね、まだまあそうね、本当に慣れるとか慣れないとかっていう意味ではまだね、探ってるっていうところはあるけど、でもほら俺たちはさ、月に一遍は必ずここでやるわけだから、まあそのうちね、ホームグラウンドになっていくんだろうなと思いますけどね。もうほら打ち上げではすっかり自分ちよりくつろいだった。そうです。私はね、もう本当にね、どっちかっていうとこっちがメインなんじゃねえかな。ホームなんじゃねえ。ホームなんじゃねえかと。そうだね。アウェイではない。アウェイではない。だからお客さんもさ、まあ打ち上げまで残ったお客さんはさ、いやだってこんな綺麗な女性陣が私のことをね、ファンだと褒めちぎってくれる。もうね、もうっていうかね、もうとんでもないですよ。私の一個の話をね、こんだけ聞いてくれるような方がいらっしゃったっていうのを聞いてね、これは親がっちゃう。親がっちゃう。親がっちゃう。やすけさんの場合ね、女性が苦手だって言ってますけれども、二次会でね、女性と間違いがね、ほら話かなんか間違いがある人はあるでしょ、絶対起こさない、なぜならね、もう完全に酒に飲まれちゃってますから、毎回ね、どうにもできないから。どうもお疲れさんで、どうにもできないよね。そう、どうにもできない。そのまたね、様子が女性にはキュッとくるんじゃないかな。本当かな。ちょっとあの今ここにね、あのまああのやすけさんの芸にこう打たれたという女性がいますので、もうよくね、やすけさんのちょっと魅力っていうのは、ね、俺ね、すごい打たしてるんですよ。打たしてる。打たしてるよ。もうキャーってもう今もう実力行使だから、もう泣かなきゃ泣かせる方向でいくから、もう耳の穴指突っ込んでもうキャーとかもう暴力的な目突っ込んでしますから。
なるだけこの野郎ってば、もう鼻こうやってこうやって、ブレーってもね。そんな安家さんどう思いますか。でそれがいいでしょ、逆に。あの M っぷりもあるじゃないですか、女性はね。ね、でそこにクーンと私こんなにこう打たれちゃうのか。打たれちゃうのか、うん。なんで理不尽なのに。でも涙が出ちゃう。涙が出ちゃうの。コートなんて分かんないけど。それあれじゃないですか。かっこ夏みたいなね。夏。ナインティナインティみたいな。ダメだ、それ歌っちゃう。危ない危ない、セーフセーフ。ダメだ、今はダメだ、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 ダしたら女性陣の意見としてはどうなんですか。いや、あのなんかどれだけ思いの丈を語っても絶対もうお酒飲まれちゃって次の酒は忘れてるんだろうなと思って。そうよ、ちょっと悲しいんだ、ちょっと悲しい。これだけ安家さん好きだって言ってんのに、ね、歌うんじゃないか。嬉しいなそれ。全然褒められてないんだよ。でも逆に嬉しい。逆に、ね、嬉しい。あんまり褒めてなかったよね。いやそれは嬉しいよ。ちょっと待ってください、整理しますよ、ね、これだけどんなに思いの丈を安家さんにぶつけてもどうせ酔っ払ってても覚えてないだろ。もちろん覚えてない。当たり前だよこんなの。ね、でそれって嬉しいじゃないですか。でもいい話にしてる、ね、いやでもそれでもあえてぶつけてくると。で俺もなんかそのそうだよってこう乗ると。でそれはお互い様で、その時はほら白布じゃないけどベロベロだけど、でもそこでは会話は成立してるんだから。自分で成立してるんだから、でそれでいいじゃないのっていう話。なるほど。細かいことはいいんじゃない。いい、細かいことはどうやっていいんだ。で、あの後で、あのこの間おーうらざすいません、この間ありましたね。誰でしたっけ。こちらこんなのべつあるんだ。のべつあります。話がないこと言ってますけどね。僕も安家さんにあの名前を覚えてもらうまでにもう10回ぐらい飲みますよ。じゃあ10回ぐらいが。いやとあそう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 。いやだって青木さんのね散財の仕方は尋常じゃないもん。そういうこと言うとうるさいからね、いろいろそのとこが、だってね、僕本当にね第1回目で言ったけども、あのアジさんって言ってたやつ。青木さんはね、だって僕一銭も払ったことないの。そうなんです、私もしょっちゅうごちそうになって。いや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 、ありがたいなって。いやいやいや、ね、とこでそうなんですよ。いや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 。で、安家さんこの店ができてどう思いました。いや、この店ちゃんと戻す。だからさすがに、それはだから青木さんの夢が具現化したってことだよ。具現化。難しいこと言う、ね、難しいこと言うよ、俺は。三遊亭具現化。毎度この具現化なんということを申しまして。いや、だと思います。モノマネも飛びしてる。なんか、ね、特にモノマネになってます。やりっぱなしだね。すごい雑な、雑な安家になってる。雑だな。雑だな。でもそういうことだよね。そういうことですよね。じゃあ、だから。いや、ちょっと本当にね、ここでね、こう今女性が、さっきあの、イニシャル、愛さんが今からね。愛さんと。酔っ払ってて残念だけど、王さんにちょっと聞いてみましょう。王と。はいはい。王さん、どうですか、安家さんの、あの今日の落語なんていうのは、魅力は。ありあり。面白かった。先に答え。面白かったの。味息子やって面白いって言われてるから。いや、あるはあるやね。終わった後が。今ってこと？そうでしょ。俺それすげえ言われんだよ。本当に。なんでこれ講座出ねえんだと言われるけど。いや、いやでもこんなこと言ったらさ。こんなの俺やったらね、多分発情しちゃうから。ああ。難しいんでね。うん。もうぶっ壊れちゃう。ええ、だから僕そこまで器用じゃないから、で波状を含めてこれっていうのはできないんだよね。波状ってもこれね、多分破綻のことなんだよ。破綻。もうほら、大破綻。おかしくなっちゃう。もうマンハッタンだよ。マンハッタンですよ。ニューピちゃん。どうよ。これをねやられたら安家さんのファンになっちゃうんだよ。これやっぱりね、今月ね、俺のファンなの。マジで。そうなの。
ほら、今月ほら、また俺と同じ病気の人が一人増えたんだもん。これで俺北千住で行こうってやってんだよ。だから俺そっち方面でファンですごいよ。どこが入る北千住どこかこれね、ラッコじゃねえから。まあそんなね、今月はね、本当にね、安家さんの魅力を存分に皆さんに聞いていただいたことになるんですけど、そうですよ、まあ、最後ぐらいね、ちょっと安家さんに締めてもらいたい。落語っていいもんですよね。そんなこと言っちゃいけないけど、でも本当にいいもんだと思います。で、いや、でも本当に嘘偽りなく、この会がこんなに、あるいはその落語カフェがこんなに繁盛するというのは愛されてね、相当素晴らしいことであって、でそんな感じじゃないですかね。かっこいい、顔はかっこよかった、顔はかっこよかったけど、グズグズですけどね、言ってることはね。残念ながら顔はこれ配信されないんですよ。マジっすか。マジっすか。せっかくまあ最後ぐらい一応締めましょうかね。そう、まあじゃあ今度はあの、安家さんの講座、4月ですね、うん、あ、でも3月はあるんだ、あ、ごめんなさい、うん、3月は今日で終わりだよ。あ、そうですよね。じゃあ4月はまた、その時はまた、カジムスコックス的なね、またいい話を、うん、だからあのクス的なものを盛り込んできますから。ココメックスとかはやらない、うん、いや、やり、そのうちやるでしょ。そのうち、そのうちやるかもしれない。絶対ココメックスなんてもうもう絶対に決まってんですよ。ドーカンクスとか、ドーカンクス、タラチネックスとか、ね、タラチネックスね、やっぱクスです、やりますよ、やります、やります。といったところで、はい、今回はね、はい、これ使うかどうか分かんないけど、まあ分かんないですけども、編集して、ちょっとまた来週から、また来週。